前回の動画は N189 です。第2ピリオドが終わりました。これまで制作にかかった時間はご覧の通りです。では、作業に取り掛かります。説明書より1工程で1つの動画としてアップロード。組み立てに必要なパーツはこちら。ランナーからパーツをカットします。3米速です。今回は顔を作っていますが、随分と楽になりました。マスターグレードフギュアライズ8分の1スケール孫悟空というものがあります。これは眉毛、瞳がシールなので面倒だし、1種類しか選べれません。ランナーからカットの作業が終了。これまでかかった時間は1分10秒。もう A パーツはすべて使った。A16 パーツの下部分はシールを使わず塗装で再現。13と14は大変似てますが、突起の形状で判別を。パーツの組み立てです。2米速。口を閉じているものから12、13、15をはめて最後に3を合わせる。今度は口を開けているもの9に14、16をはめて最後に2を合わせる。これをピリオド1、2で完成したものに取り付けます。パーツの組み立てが終了。これまでかかった時間は2分18秒。こうして第3ピリオドは終了。頭部はすぐできたが、ボディなどは時間がかかります。